あ、じゃあ始めます。エンジン X とパールの話をやります。藤原と言います。アイコンが、この似顔絵のアイコンでツイッターとかやってますので、でツイッターの ID が藤原で、ハテナの ID が S 藤原っていう、ID でちょっと違うので分かりにくいと言われてすいません。ま、最初は小さいウェブ制作のプロダクションで、大体そのウェブサービスを全部立ち上げるところから OS 用意して、アプリケーションを書いて、まあ、Vue の JavaScript ぐらいの絵も書いてとか、そこら辺を全部、ちょこちょこやってるという感じですね。で、今日の話なんですが、Nginx についての概要をちょっと、まあ、最近話題なんで知ってる人も多いかと思いますけど、ざらっと。あと、モジュールが結構面白いのがあるので、その話と、Nginx に組み込みパールっていう機能があって、まあ、これを、まあ、面白いけど使いどこ注意みたいなのがあったと。あとは、最近話題のプラックとか PSGA のサーバーにと組み合わせて使うという話したいと思います。じゃあまず Nginx についてなんですが、これはロシアのイゴール・シソエフさんっていうんですか、読めないんですけど、誰か読み方してくれますとイゴールは読むんですけど、でロシア語のサイトがありまして、まあ昔は本当にロシア語しかドキュメントがなくて涙目っていう状態なんですけど、最近はちゃんと英語サイトがあって、Nginx Wiki っていう英語で書かれたドキュメントをまとめてある Wiki とかあって、なんで、随分とっつきも安くなったという感じですね。はい、で、発音は、Nginx です。知らないと読めないんで、Linux とか読んじゃいがちなんですけど、Nginx。で、売りとしてはハイパフォーマンスな、ウェブサーバーで、主にリバースプロキシーを主眼として設計されていると、あとメールのプロキシーサーバー機能もあるらしいです。使ったことないんですけど。でですね、これはネットクラフトのウェブサーバーシェアのグラフなんですけど、この右下の緑色の斜めに伸びているグラフが Nginx のシェアで、ライティが 0.5 で、Nginx が 7.8% とかで、結構最近使われても大体2007年ぐらいからガーッと伸びてきたという感じですね。はい、で、ウェブサーバーのアーキテクチャ、じゃあ Nginx はどういう特徴があるのかというと、これ昨日のマラさんとか和子さんのセッションでも話されてましたけど、 IO の同期非同期っていうのは違い、アパッチだと、多数のプロセス、マルチプロセス立ち上げて、IO は同期的にやるっていう設計です。で、ライティの場合は一つのプロセスで、ノンブロッキング IO、非同期 IO を行う。で、Nginx は、マルチプロセスとノンブロッキング IO の組み合わせっていう感じになっています。まあ、そのブロッキング IO の話は、例えばこの図だとクライアントとサーバープロセスを1対1で、対応させて、でリクエストが、例えばリクエストを2つのパケットで届くとすると、その1つのパケットを受信してから次のパケットを受信するまで、ずっとサーバープロセスが付きっきりで相手をすると、その間の、まあ、受信待ちの間は何もしないという感じですね。でそういうアーキテクチャなので、多数のクライアントを相手にするのに多数のサーバープロセスを用意しなければいけないという。ただその分、プログラミングが簡単になるので、ただ待ってれば順番に来たのを読めばいいんです。簡単なんですけど、こういうアーキテクチャですね。あと、そのノンブロッキング IO、というのはどういうものかというと、一つのサーバープロセスで複数のクライアントからの接続を読める分だけ読んだら、次のやつ、読み込み可能になったやつを処理するというふうにやっていくと。で、これで例えば受信待ち、受信できるパケットが来たら、そこで割り込みがかかって、受信する作業をして、また読む、それで作業が終わったら別の通信もやるというような形で、多数のクライアントを、少数のプロセスで相手にするというアーキテクチャですね。で、同じ非同期 IO を採用したサーバーでいうと、ライティと Nginx ってありますけど、ライティは本当にシングルプロセスで1個しかプロセスが立ち上がらないと。でですね、Nginx は、1つのマスタープロセスという親玉と、ワーカープロセスというのを複数指定した個数だけ立ち上げることができるということで、ライティだとマルチコアの CPU が使い切れないというか、1つしか使えない時があるんですけど、まあ、それに対して、マルチコア、コアがいっぱいあっても複数のプロセスを立ち上げることで、Nginx はスケールするということですね。で、じゃあ Nginx のモジュールについて、ちょっとこれ公式にデフォルトで入るモジュールの一覧、まあ、大体見たことあるような、認証関係だとか、ファスト CGI だとか、ジジップ圧縮ヘッダーつけたりとか、あと、プロキシー系とか、まあ、いろいろありますので、ちょっと後ろにいくつか紹介します。で、アップストリーム、これは元プロキシーバランサーアパッチのみたいなロードバランシングのためのモジュールで、裏にバックエンドにサーバーを複数定義しておいて、そこにロケーションのスラからプロキシーパスで、全部、リパスプロキシーかけてやるみたいな設定ですね。
あと NGX は Unix ドメインソケットもサポートしてて、スターマンだと Unix ドメインソケットも使えるので、同じマシンで動かすの、それかつなげたりとか。はい、あとは Memcached モジュールっていうのがちょっと面白くてですね、これちょっと設定よりも知りかな。これがどんな風に動くかなんですけど、クライアントから、一番左がクライアントで、次が Nginx で、その右側が Memcached で、一番後ろがアプリケーションサーバーなんですが、でまずゲットリクエストが Nginx に来ると、Memcached の方に問い合わせると。Memcached にキャッシュがなければアプリケーションサーバーの方に行って、でキャッシュのセットはアプリケーションサーバーがやってくださいという感じですね。でそしてレスポンスが戻ってきて帰ると。で次に同じリクエストが来たときは Memcached に聞きに行って、キャッシュが起動したらアプリケーションサーバーに到達する前にそのままキャッシュ返して終わりっていうモジュールになってて、なんで本当にキャッシュにヒットするとアプリケーションサーバー一切経由しないでレスポンスを返せる、Memcached だけで返せるっていう、そういうモジュールが結構面白いかなと思います。これはまあネタ的に 今となってはネタなんですけど、 1×1 の FTP を返すだけのモジュールってなってこれ昔テーブルレイアウトとかでサイズを指定して縦横をつっかえ棒にしてこう複雑なこう箱根細工みたいなのを作ってた時代がありましたけども、まあ、そういうために 1×1 のこれメモリーの中に80ナノバイトが丸々持ってて、それをポコンと出して終わりっていうモジュールです。あとは X アクセルリダイレクト、これはエクステンドファイルのランキーのエクステンドファイルとか、アパッチで元エクステンドファイルっていうモジュールを使うと、レスポンスヘッダーにアプリケーションから、加ってほしいファイルのパスを書くと、そいつを代わりに配信してくれるっていうやつですね。でアプリケーションで例えば認証作業とかをしてから大きなファイルをダウンロードさせた場合に、便利。アプリケーションがずっとそのファイルの配信作業にとらわれないで、レスポンス、にヘッダーのパスを書いてやれば OK っていうやつですね。あとはリライトモジュール、アパッチのモッドリライトとほぼ似たようなものなんですが、何がいいかっていうと見やすい。リライト、今度リライトルールをベタベタと書くに比べると、if っていうディレクティブを使って、if で、HTTP ユーザーエージェントの変数ですね、ダラーが付いたの変数、リクエストごとに変わってくる内容。で、MSI っていう正規表現のマッチができて、そしたらリライトしてくれとか、クッキーのマッチして、マッチした値を取り出して内部で使える変数に設定するとか、まあ、そういうふうに、結構パールっぽい見た目。あと一番下は -f で、これファイルがあったらっていうファイルテストの出しみたいな書き方もできたりとかして、割とパール使ってると読みやすいかなと思います。リライト、はい、で、今までが大体結構面白いモジュールがありますねっていうことで、大体普通に使えるモジュール揃ってるので、いいんじゃないですかね。で、組み込みパールの話なんですが、これはデフォルトでは入らないので、コンフィギュアの時に withHTTP パールモジュールっていう設定してやると。あと with パールっていうのは、パールのパスですね。実際に組み込むパールが複数ある場合とかは、特定のパールを指定してこいつ組み込んでくれとやってコンフィギュアしてメイクすると出来上がりますが、何かっつうと、まあ元パールみたいなものです。ウェブサーバーの中にパールが組み込まれて、パールでウェブサーバーの処理を、制御することができるというもので、設定としては、パールモジュールズっていうのが、ライブラリのパスを書いて、パールリクワイアというのが読み込む、そのパスの中にある、モジュール名。で、上だと、サーバーの中で、ロケーションスラッシュ、スラッシュ全部ルートに来たやつを、パールっていう、ので、実際に適用するハンドラーを書いてあると。でその実際どうやって書くかっていうと、これはアパッチ元パールのコードを書くのとみたいな感じで、パッケージユーザーエンジン X してハンドラーに R というのはリクエストとレスポンスを、するためのオブジェクトが渡ってきますので、それに対して、まあ、例えば HP ヘッダーを送ったりとか、プリントしてレスポンスボディを書いたりとか、あとはで、処理が終わったら OK か、エラーとかそういうのを返してやると。はい、で API としては、まあ、ドキュメント読んでもらえばいいんですけど、大体これも元バルドみたいな感じですね。ヘッダーインというのがリクエストヘッダーの中身を読み取るので、ヘッダーアウトというのが、レスポンスヘッダーを書き込むもので、プリントが、レスポンスボディですし、あとインターナルリダイレクトというのは、NGX の他のコンフィグの方に、内部的に処理する、例えば画像ファイルのパスをそこに入れておくと、そっちに内部的に動作を移したりとか、あとは、ステータスコードを返すとか、あとセンドファイル、まあ、センドファイルシステムコールを使って、ファイルを丸と投げるみたいなのがあります。なんで、ファイルでぐるぐる読んでプリントを繰り返さないで、一発でファイル投げたりとかできる。はい、じゃあ、実際どんな例、コードの例になるかというと、まあ、これは実用性があるかどうかは別にして、アクセプトランゲージで振り分けるみたいなものですね。まあ、普通にリクエストが
リクエストが来て URI を積極にマッチする。で、デクラインドっていうのがあって、これはここで処理を中断して後ろにハンドラーがあったらそっちに任せるっていうようなものです。なのでアクセス権の認証とかをする場合にまずここで何か対処をして、あとはデフォルトのハンドラー、例えば普通に HTML を配信したりだとかそういうものを任せるっていうためにここでデクラインドっていうのを返しているとその後ろに処理が突き抜けるって感じですね。で、これはアクセルとランゲージを見てその対応するパスにインターナルでリダイレクトするみたいなことになってます。